エビスコ大国の町内一巡、鶴ヶ西町の綱引きは、福井県鶴ヶ市愛よ町西町通りにて、毎年1月に行われる正月の綱引き神事。エビスコ方と大国方とに分かれた人々が対抗を引き合い、エビスコ方が勝てば、法領、大国方が勝てば、法作、とする都市占いの行事である。一般には、エビスコ大国綱引きと呼ばれ、 昭和61年1月14日に国の重要向け民族文化財に指定されている。鶴ヶ西町の綱引きは年占いの行事であるとともに、その年の法漁法作を祈願する養殖行事でもある。もともと正正月の1月15日に行われていたが、休日の改正後は1月の第3日曜日に実施されている。綱引きの対抗は行事開催までに、 稲藁約360羽を使用して、引き綱を打ち、長さ50メートル、中心部の直径25センチメートルに仕上げられる。当日の午前中には、西町通り北側の道路端に櫓を組み、軒下に吊り下げられる。この対抗には、エビス湖にちなんだタイ、タコ、エビ、コシミノなど、大黒にちなんだうちでの小槌、米田原、 土蔵の鍵などをかたどったわらざえの飾り物が、すり下げられる。なお、綱引き前には取り外される。綱引き行事に先立って、西町通りのエビスコ大国会館で神事が行われ、早朝、会館内の祭壇にエビスコと大国の面型、衣装、道具類が備えられる。次に、男性二人が、面型と衣装などを身につけエビスコと大国に噴し、エビスコ買った、大国買った。 えいや、えい、ー、や、えい、ー、やと門付つけはかの役員が掛け声をかける中、町内を一巡する。開館前には枝葉のついたお竹に、三手ぐらや日の丸を描いた扇子などの縁起物を取り付けて飾った詐欺帳が建てられており、エビスコ大国の一行が開館に戻ってきた時に竹が倒され、待ち構えた人々が縁起物を取り合う詐欺帳倒しも行われる。 西町通りに見物客が集まる中、太鼓の音を合図に、軒下に吊り下げられていた太鼓が、路上に下ろされ、見物客を含め待っていた人々が、東のエビスコ方と西の大黒方に分かれて、綱引きを開始する。昔は引き号と呼ばれ、漁師や海産物を扱う商人はエビスコ方に、農民や農産物を扱う商人は大黒方に分かれて引き合ったという。 勝負は一回のみで、エビスコ方が勝てば、法領、大国法が勝てば、法作という占いが出て、終了する。綱引き後、大閤の藁は、縁起物として持ち帰る光景も見られる。現在、エビスコと大国の面や小道具は新調されているが、古くから伝わるエビスコの面には、慶長二年の命があり、また、大国の内での小槌の柄にも遠方七年の命があることから、 およそ400年前には、綱引き行事が成立していたとみられる。また、菊舎の新職を務めた、石塚資源家へ三年が表した鶴、鶴賀の父市、鶴賀氏にも、この綱引き行事が紹介されており、その衣装については、唐織、絵ぞ金茶色の桃術に、凰の縫い、いずれもびびしくまた小金りと記され、豪華なものであったことが伺える。北船の発達した江戸時代、賀は、 海運の重要校として栄え、西町には海産、農産物の市場が開かれた。このような状況下、市場に集う農民、漁師、商人の中から綱引き行事が発生したと考えられている。従来は西町のエビスコ大国綱引き保存会が綱引き行事の運営を行ってきたが、高齢化、継承者不足、資金不足などから平成29年は、 開催が中止となった。そのような中、伝統行事を維持継続していく仕組みづくりが協議され、敦賀商工会議所など8団体で構成する、敦賀西町の綱引き伝承協議会が、発足、保存会の指導を受けつつ、運営を行うこととなり、平成30年から綱引き行事が再開された。ありがとうございます。